こんにちは、トリスーです。今日はですね、減量10日目の経過報告させていただきます。今ですね、8月27日のボディメイクの大会に向けて絶賛減量を始めたところなんですけど、ちょうどね、今日で10日経過してましたので、そちらの報告させていただければと思います。早速体重と体脂肪率チェックからいってみましょう。現在の体重 54.2キロ、 家庭用のね体重計なのであくまで目安なんですけど、体脂肪率 14.4。 前ちょっと腹筋がくっきりしてきたかなって感じですね。横、後ろ、はい、こんな感じでございます。まあ今回ね、ローファットということで10日間低脂質の食事を意識してやってみた結果、私の場合は体重が 1.4kg、 体脂肪率が 0.7% 落ちていたっていう結果にはなっています。まあ一見見るとね、すごい減量成功してるじゃんって見えると思うんですけど、ちょっと私としては心配なことがありまして、ちょっと一気に落としすぎてるんじゃないかなっていう不安はあります。で、なんでねこうなってしまったかと言いますと、1日の総摂取カロリーがかなり下がってしまったっていうのがあるんですね。私の場合総カロリーが1400キロカロリーとか、その辺の日もちょいちょいあったりして、カロリーが足りてないっていうのが続いてきたので、しっかりまずは食べること、ただのダイエットではなく、やっぱり大会に向けてこの日にパーフェクトな体を仕上げるって目的に合わせて自分がどうやっていくかっていうのは、やっぱりそんな簡単なことじゃないなっていう思ってるのが今のところですね。筋トレに関してなんですけど、まあ週に 2,3 回くらいですかね、しっかり体を動かす機会を作って、ウェイトを持ったり、あとしっかりと自重でチーニングなどを行ったりは頑張っているところです。まあ、まだまだね、自分の筋肉の大きさに対しても足りないところもあるし、絞れてないところはしっかり意識して引き締めないといけないので、そこもね、部位的なトレーニングも今後頑張っていきたいと思います。で、またね、経過報告毎週やっていきたいと思いますので、毎週どんな風に私の体が変化しているのか、ぜひ見守っていただければ嬉しいです。はい、ということで、また来週も楽しみに。ありがとうございました。